何歳まで配信したいと考えてる？ 60、70までやりたいね。70代は俺正直ちょっと怖いかも。60までやりたいね。70歳以上までなんか配信ずっとやったらさ、配信してない時のたまにぼーっとしててちょっといろんなこと考えてるんですけど、その時間自体がちょっと少なくなると死ぬ直前なんか後悔しそうだなーって最近ちょっと思いました。何十歳まで配信したくなるかわかんないんだが、一応50、60代までやりたいね。謎さんが配信をやめる時まではやりたいですか？あれはちょっと俺は無理じゃないかな。兄貴ってだって200年まで生きるんじゃなかったっけ？打足エンジンはそう簡単に止まんないからね。俺兄貴より早く死ぬと思うよ。兄貴はきっと長く生ける人なんだよな。多分ね、俺らなんか数十年後のもう全員死んでさ、90歳以上のリスナーと打足兄貴だけ残ってて、ほらみんな亡くなったじゃんとかで、なんか歯が全部抜けてる口で喋る姿を見てるかも、みんな。誰もいないじゃん。イグドラシル打足。タイトルすごすぎて笑った。俺にも余裕が出る日って来るのかな？来ると信じて今、頑張って生きてるけど。まず余裕ができたら、打足兄貴とギアさんには恩返ししたいんやね。助けてもらった人たくさんいるから、この人のことは忘れたの？みたいな。そう言われたくないからマジで。みんなに感謝してるし。けどやっぱり、きっかけになったのは打足兄貴と、ギアさんに会えなかったら俺デトネイトに入れなかったからな、きっと。入ろうと思わなかったから自分で。ギアさんにコットンビニあげたいしな。インレイド品外れたやつ。インレイドについたやつあげたらちょっと面白くならないからな。最初はマジで、俺どれくらい日本で配信できるんだろうって思ったくらい、マジで頭真っ白だったんだよな。まあ頑張ってみようって思いながらチャレンジしたけど、マジで言葉が出なくて、喋りたいのたくさんあるのに、話が出ない時のその、もやもやする気持ちって、マジで大変です、あれ。韓国のコメント欄って、俺の配信ってまだマシなレベルでしたけど、それでもなんか大変だったんだよな、たまに。前その話あったんじゃないですか、なんか、アストラピクしたシュガーゼロさんに、アストラってアーダコーダなきゃ言ってる人。で、俺、韓国で配信した時は、俺、オーバーワッチトップ500だったから、アジアサーバーランク72位でしたっけ？あれを記録していた時に、エイペックスだと右上にプレデターってマークが出てるんですよ、もう。ランクしてる間に。だからそれを見ながら、今の、エイペックスのプレデター70位って、まあ、所詮こんなもんか、みたいな。何の流れも関係なく、急にそれがなんか出てきて、自分の性格的にあれはまあ、直接反応しなくて、ちょっと見逃すんですけど、見逃しても見逃しても上がってきて、俺はリスナーバンするのあんま好きじゃないんですよ。人の心ってマジで不思議なんですけど、韓国語でモデレーター一人もなんか登録しなくて、自分一人で配信した時には、配信者トランがだいぶなんかぐちゃぐちゃになってるけど、コメントを受け入れながら、それで仲良くしてみたら、人の態度が変わるんですね、なんか急に。あ、こいつと触ってもなんか、あんま反応しないな、みたいな感じで。で、そう思い始まったなんかリスナーたちって、結構低い確率なんですけど、いい人に変わるんですよ、急に。理由は俺も知らないけど、いい人になったやつが、サブスク30ヶ月とか40ヶ月になって、俺の結婚資金は来てくれたりしたんですよね、これは。リアルな話。そういうなんか人間関係を一回経験しちゃったから、人をなんか簡単にバンしたり消したりするのが怖い、俺。仲良くできるかもしれない人だからさ。いや、最近はちょっとバンするのは、争おうとしてる人々を配信コメント欄にずっと放置すると、その分、もともとなんか見てくれたリスナーたちが、その人をなんか放置されてる姿を見たら、ストレスがめっちゃ溜まるんじゃないですか。いや、そこまでは考えできなかったんだよな、俺。韓国で配信した時は。俺は本当に大丈夫だけど、バンしたりするんですよね。ちょ、みんなのことも考えてくれ、みたいな。長く配信見てくれた人から、そういう話を言われて、考えたことがちょっと短かったなって。俺なんか昨日生存率高かったんじゃないですか？ 3 人でやるとき。一回も死ななかったんだよ。ギアさんの神スイッチがあって。やったやった。もう一人もう一人。変わる。やったやった。ナイスショップ。ありがとう。助かる。よーし。マジで神スイッチできたあれ？いや、マジつるいよ。ギアさんみたいな人って、ゲームする姿見せたらもうハマっちゃうんだもん。いや、マジでかっこいいって男は見ても。いや、やっぱ男って身長でかいんだよな。身長マジで大事なんだよな。感覚的にもそうだし、リアルでも背中でかすぎなんだよ、もう。計算身長いくつだっけ？俺170っすね。ギアさんと写真撮ったらさ、俺がなんか、ドゥワーフで見えるのも仕方ないんだもん。21センチ差があるから、マジででかいんだよな。戦場ではまあ、確かに、身長でかかったらもうヒットボックスでかくなるだけだからな。小さい方がいいっすよ、皆さん。精神処理ってダサいけど、こう考えないと俺は生きれないんだ。
うちのリスナーの中で身長高い人ってどのタイミングで伸びましたか？伸びる感覚って太ももよりもっと下のところの足がなんかドキドキしながらなんか痛くなる、そのあの痛みじゃなかったっけ？俺も昔感じたことあるんだもん。成長2でしたっけ？中学3年間で123センチが160、40センチ成長。数字で見たらすごいな。寝てる時にですか？やば。やっぱりさ、親が夜中ちゃんと寝ろよっていうのは、まあ、全部、まあ、意味ある話だったんだよな。俺は言われたのに寝てなかったです。俺の高校生の時の夜中って俺アニメ見たんだよな。Fate Stay Nights があの時出たから、あのアニメ初めて見て、ちょっといろんなアニメ見たくなって、そこでめっちゃ余ってたんだよな。いろんなアニメに。今から10センチ伸びたらな。マジでかいのにな。34歳で10センチ伸びました。本出す。1センチ10万で買えるなら買いますか？当たり前に買いますもん。ダメージなしで買えるなったら買います。俺が当たるから。俺寿司はですね、最近なんか寿司より逆にさ、寿司じゃなくて、寿司ローで売ってる揚げたものが美味しいんだよな。寿司ももちろん美味しいけど。世界の山ちゃんは昔、釈迦さん、関さん、ヤマトンさん、昔のデトネーターメンバーたちとみんなで行ったことはあります。手羽先食べてみたけど美味しかったんだよな。なんかたまに行ってみたい味かも。生ビールが一番美味しかったんだよな、そこでも。ハイボルト。ああ、その赤い生姜か。俺あれちょっと苦手だけどな。あえてなんかできて食べるタイプなんですけど。美味しいのかな、あれ。焼きそばパンとかにさ、あれたくさん入ってるのあんま好きじゃない。本当にちょっとだけならいいんですけど、もともとそう作られたとは思うけど、味を邪魔する感じなんだよな。俺からしたら。別になんか口直しとかなんかもうしなくてもいいから、ずーっとなんか焼きそばパンの味をなんか感じたいのに、急になんかその誘われてないやつがどうも生姜、赤い生姜です、ドア開けてくださいみたいな感じで。ああ、大丈夫です。呼んでないですって。そこはちょっと俺は苦手なんだよ。まだ。まだまではつけときます、一応。慣れたらなんか気に入るか。でもまだです。俺はまだガキかもしれません。昔はそうだったっけどって言ってる方が出て、今、おじさんってこと？おじさんしかいない。何歳からおじさんだと思いますか？ 46 です。俺は立派な青年。カツヤ行きてえな。いや、家の近いところがカツヤないんだよな。俺好きなのに。朝定食食べるのマジ好きだからな。カツヤのそのメロディ聞きながら朝定食、味噌汁と一緒に食べたら、うーわー。イントネーション近くね？カツヤですか？でも俺イントネーションマジでなんとも言えないです。めっちゃ適当に言ってる。わからないから。日本の方々と一緒に生活しながら喋ればいいけど、俺さ、なんか日本移住してきてもなんかあんまり日本人と喋れる機会ないんだもん。なんか俺だけ部屋の中で喋ってるんだもん。隣の住民の方と喋った方がいいのかな。いやでもうちの隣ってフランス人の夫婦なんだ。日本にせっかく来たのにな。うちの隣の住民の方って、そこの旦那の方が顔がマジで写真撮って見せたいけど、テンズとそっくりだマジで。最初テンズだと思ったマジで。いや本当に。ハリーポッターのダニエル・ヘニーみたいな顔あるんじゃないですか。マジでそれ。